させていただきますけれども防衛大臣のいらっしゃるこの市ヶ谷のですね防衛省本省、これがこの法律の特定重要施設に当たるか、いまだに明確に答弁されていますけれども、当たるということでよろしいですね岸防衛大臣。あの市ヶ谷は国家の防衛の中枢でございます。その全国の部隊の運用にかかる指揮を行う機能は、大、ま、体、あ、が困難であって、特定重要施設の要件に該当しうると。 考えております小西博之君、はいえー、ではあの陸、陸海空の,です、ね、あの総体の司令部があるところですね、えー、航空総体のある横田、そして陸上の浅香、そして海上のお横須賀、この3つの,あの総体、またその司令部というのはあた、この特定需要施設に当たるということでよろしいです、ね、岸防衛大臣。 えっと、今、委員がお話になったところは当たりうるということでございます私の外交・防衛委員会で先日、近藤法局長官があのかつての答弁を撤回したんですけれども、立法事実を審査しないというです、ね、とんでもない答弁をしたんですが、撤回して謝罪しました。内閣法制局は私もかつてか霞が関で働いてましたけど、立法事実を審査するんですよ。このの条文の必要性性合理性 自衛隊の施設なんでその周辺の周りの国民の家を調べたり、そして規制罰則まで課さなければいけないのか、何の施設かが答弁できないんだったら、これ、法案審議の前提を変えてますこれ、委員長あの、これ、私はこの法案、もうとんでもない法案だと思います、我々立憲民主党も、この国の重要な施設、それをしっかり守る必要性というのは当然共有をしています。ただ、目的とやり方があまりにも逸脱をしている、そしてあまりにも法案がずさんである。 あの防衛大臣、防衛大臣、よろしいですか、じゃあ、あの大臣の見解をいきます。防衛大臣として、あの防衛省の本省と、陸海空の総体司令部、これは特定重要施設として適用すべきだ、そういう認識でありますか、大臣の見解を答えてください岸井防衛大臣、えー。先ほどからもおご答弁さし、えー、申し上げてますとおり、えー、それぞれ、えー、特定重要施設に当たりうるということでございます。 あのーまあ、中止区域あのして、えー、これは依然しても、えー、審議会で最終的に決めるということになります小西大臣、もう防衛大臣、やめていただかないといけないですよ。日本の安全保障のために必要だって言ってて、その安全保障の中枢の防衛省の本省や、理解府の総体司令部が。 特定重要施設と当たるべきかどうか、大臣が言えないんだったら、防衛大臣じゃないじゃないですか、あの委員長、あの先ほどから質問させていただいてます、この市外のですね防衛省の本省、そして陸海空のこの総体司令部、あるいはこの自衛艦隊司令部が、ですねこの重要特定施設にこの法律として適用されるかどうか、そして防衛大臣が防衛大臣として適用すべきという見解があるかどうか、あの委員会に資料提出を求めます。 大変失礼いたしました、お答え申し上げます。あのご指摘ございました第6条に基づきます調査でございますけれども、あのえー、土地等につきまして、あの所有権、締借権等についての権限を持っていらっしゃる方、えー、をです、ね、対象するというのは基本でございます。ただし、あのここはあのちょっと。方<で>あの先ほどあのご指摘等ございました。 あまあ、基地に対するその反対等の活動をされておられる方、えー、こういう方はあの、まあ、通常あのお、土地等にね、えー、現況調査は6条に基づくっていう説明を受けてるんですよね、現況調査、実際にどう使われているのか、その土地に行っての調査、その時に、そこの人が所有者なのか、賃借権を持つ人なのか、法人の役員なのかなんて分かりようがないじゃないですか。 分かりようがないんですよ、現況調査、現地に行ってどういうふうに土地が使われているかっていう調査。それとね、6条っていうのは8日の日に山添議員質問しましたけれども、何の対象の限定も置いていないんですよ。土地等の利用の状況についての調査としか書かれてないんですよ。で、ここに現況調査が含まれるって答えてるんですよ。だからね、答弁と条文が違うんですよ。もしもそういうんだったら、条文にそう書くべきですよ、調査の対象を。 書いいいてもいないこれ、ね、本当にね、ちょっと審議の前提を書いてるんですよ。どうやって現況調査やるんですか、これで。でね、あの午前の審議でもね、あの防衛大臣が中止区域と特別中止区域について、あの自衛隊の施設、どうなんだ、どうなんだって詰められていく中で、審議会が決めるってことまで言われたんですね審議会にそんなな権限ないですよちょっとね。 あまりに不正確で不誠実で、条文にのっとってないんです、答弁が。ちょっとこれ、本当にね、法案の審議の前提を変いています、本当はもう止めてくれって言いたいところなんですけれども。